皆さんこんこにちはレイナです今日は結果を出せる人出せない人の違いについてお話ししていきたいと思います。結果を出せる人というのは行動力がある人決めたらすぐやるそういうタイプの人ではないでしょうか。今日から変えるのと1か月後に変えるのでは100食分の差がついているんですね。レッスンの後早速やってみた変えてみた朝ごはんの取り方お弁当の作り方 手間と思ってやっってなかったこと、やはりやれば体は喜ぶ反応がある。るだからら続けられるんですね。そしてこれも生徒様から頂い,いたお声なんですけれどもきんぴらごぼうを毎日細吹きれるように練習しているもっとおいしくできると思ってこれって今までより細吹きることで甘味料も使わないでもおいしくできる味も染みるエネルギーも強くなるそして皆さん 魅力的な足のの引き締め効果っていうのがあるんですねそれはマクロビであの参考にしていくいい腰の力っていうのがあるんですけれども細く切ることで腰の力引き締めの力が強くなるんですねなので引きき締め効果ってていうの体体全体に出てきますそしてお弁当ですねお弁当も今作ってくださっている方が本当に多いんですけれどもお弁当もやるって決めるそしてお肉も少し休んでみるそうすると体が気持ちいい。 だから続けようとなるっていうふうにね生徒様のご報告もたくさんいただいておりますそして最初にお話しした100食分の差ですねこの差っていうのは縮めることとってできると思いますかこれはあの良さを感じている人っていうのは続けているのでそのまま続けていくので差は縮まりませんですので早くやった方がより健康に美しく。 軽やかに、そして気持ちがくくなってていくんですね。体も喜ぶ、そしてご家族も喜んでいくなのであとあといつかとか今じゃなくてとかもう少ししたらっていうふうになっているといつまでたっても結果が出ないし追いつけないなので本当に今すぐですね今すぐ始められるといいですねで誰もがなりたい自分っていうのを持って生きていると思うんですね でいつからそこにに行くののかかななりたい自分になるのかそれを早めるのは皆さんの自由なんですね。お手と重たい,重たい暗い自分のままでいるのかそれとも軽やかで気持ちがよくて毎日気分がよくてそしてスタイルの良い自分になるのか愚痴っぽくて後ろ向きな思考でいくのかそれともいつも希望でいっぱい前向きで楽天的物事を楽天に考えられるような姿勢でいられるか。 それもお料理で左右していくことができます。お仕事もそうですお仕事のモチベーションも今ね仕事ができる人ほどお食事整えている人が多いですで皆さん気をつけてるんですね。そしてあとお料理なんですけれども苦手な人っていうのがたくさんいらっしゃるんですけれどもこれも好きに変わることはできます。あの上手とか上手じゃないじゃなくて好きか嫌いかなのでそこに心が込めて作られれば十分なんですね。 そしてあとお料理そう好きになれば面倒っていうこともなくなってくるので面倒なまま続けてくるのかそしてそれともやらないのかとか思い切ってやってみて好きになって面倒がなくなってさらに少し上手になっていくそれも全て皆さんの選択です選択次第偶然に手に入るっていうことはお料理はほぼないですですので 学びのために使う時間お料理のために使う時間手間がきっと今までよりかかりますね皆さん忙しいと思いますけれどもでもそのおかげで手に入るものっていうのは言葉だけでは足りないような心地よさ本物の幸せぶれない強さ人生はとことん美しく楽しいと思えるマインド次第で変わってきます 好ききなことができる、体も手に入れられてイライラしないとかねそういった気持ちも手に入れられる欲しかったら自分で手に入れられる動くしかないんですね手に入れて長くその、あのー、システムっていうのを使っていくのことですね。 今月は特に皆さんすぐに動いて変わったっていうご報告がとても多い月でしたそしてカウンセリングなどもさせていただいて潜在意識が開花したとかねメンタルから変わったので本当のお食事ののスストレスの原因がかかっったた方も多かったです本当に私はそういうお言葉を聞いて嬉しくて嬉しくてしかない方がなくてまたニヤ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 してるんですけれども是非ね あの悩まれている方は1日でも早く始めてみてくださいどうぞお気軽にご相談いただけたらと思いますでは最後までお聞きくださりありがとうございました